こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。今日は天馬アカデミーの転売を個別スカイプサポート、これのおすすめです。会員さんでですね、嬉しいご報告をいただきました。成果報告です。月に6000ドル前後で伸び悩んでいましたが、2月にスカイプでお話しさせていただいてから4月に平均8000ドル超え、昨日1万ドルを超えてきました。ホリデーシーズンは超えてましたが、12月だけでした。ホリデーシーズンはね、1万ドル超えたんですけど、その後6000ドルに落ちちゃってたと。それがスカイプ相談の後、1万ドルまた突破したということですね。アマゾン輸出取り組みから2年ほど経ってまして、他の方と比べるとスローペースではありますが、堀さんの助言を素直に実行すると成果につながっていくことが実感できました。次の目標は1万5000ドルです。今後ともよろしくお願いします。ということでですね、この1万ドルオーバーの画面キャプチャーとともにご報告いただきました。6000ドルやってるということはね、月25万ぐらい儲けてるんで、もうすでに初心者じゃないんですけど、やっぱり初心者じゃなくなってもですね、どうしても自分だと、今までやってた延長線上でやった方がいいことだけどやってないことがあります。で、やらなくてもいいことだけどやっちゃってることもあります。それをね、スカイプの時に、お話をして、成果の出てること、ちょっと弱いんじゃないかな、そこ持ってやってくださいということをアドバイスさせていただいたら、もうあっさりそれを実行していただいて1万ドル突破と。初心者に月10万稼いでいただく、あるいは1ヶ月で30万稼いでいただくサポートが、メインなんですけど、逆にある程度稼いでからですね、稼ぎを増やす、この部分も、私は得意です。で、ここはね、私も話を聞いて、アドバイスを簡単にするだけですし、で、やる方の方もやるべきことが分かって、そこをそういえばあんまりやってなかったなと。だから、サポートも簡単、やる方も簡単、お互い簡単だけど効果は大きいというね、ことになりますんで、ある程度、実績あるけど伸び悩んでる方、ぜひご遠慮なくご相談ください。結構ね、今までの、最高記録は、メール2、3回やり取りしただけで、150万の利益が500万に増えたという方がいます。正直、何がそんないいアドバイスだったのか、私もわかんないんですけど、相談するということがですね、その自分の考えを整理するということにも一つなります。また、先ほど言ったようにですね、やった方がいいのにやってないこと、やんなくてもいいのにやってること、この整理もつきますんで、毎月、スカイプサポートを使っていただくのが一番のおすすめです。そんな形で、転売を特別サポート、スカイプを使わないともったいないんでですね、スカイプ相談の方もぜひご利用ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。